ゆうきまみです。ピラヤメ発売記念ピラティスやってみようということでですね、今日はスパインストレッチとスパインツイスト、この2個のエクササイズをしっかりやっていきます。これをやるだけでね、上半身かなり整ってきます。美しくなりますので、しっかりじっくりフォーカスしてやってみてください。ではまずはスパインストレッチからやっていきます。スパインストレッチそのままの通り、背骨ねストレッチっていうエクササイズです。で、まずは正式なものから最初やっていきますね。足幅をマット幅あたりに開きます。で、かかとを前に突き出すようにして足首を屈曲させておきましょう。そうするとハムが硬い人はちょっと伸ばしきれないと思う。それでいいです。柔らかい人は伸ばせばいい。ただ大事なのは骨盤を立てておくこと。しっかり座骨、お尻の尖った骨2本をお尻のお肉かき分けながら、よいしょよいしょ、しっかり立てておきます。そうすると骨盤立ちますね。で、骨盤立てた状態で膝が伸ばせたら伸ばすし、そのままでは伸ばせない、これ膝伸ばすと丸まっちゃうっていう人はギリギリ、自分のギリギリを探ってください。股関節の柔らかさとかにも関係するので、そこは別のエクササイズでもほぐしていきます。ではまっすぐ骨盤を立てて、胸もしっかり起こした状態で手を前に出します。肩は安定させます。ストレッチしたいのは背骨です。背骨っていうのは首、頭のね、鼻の後ろから全部背骨がキューッと背中走ってますよね。これをストレッチしていきたい。だから手を動かすことだったり、それだけが目的じゃない、首だけがすごく傾いてしまったりってことが大事じゃないので、そこちょっと意識して、特にですね、みんな大体硬いのがこの辺、腰です。腰が硬い人が多い。だから腰を意識して丸めていくことっていうのを意識しながらやっていきます。手を前に出したら安定させ、息を吸い吐きながら、まず首をこうくるっと傾けて上からロールダウンしていきます。胸カーブが始まり、そしたら次腰までカーブしていって、気持ちよく緩やかなカーブを作っていきます。お腹にシュッと引き上げて、そうするとね、お腹が引っ込むことで腰も丸まります。では息をそこで吸い吐きながらロールアップしていきましょう。骨盤を立てて自然に起き上がってくる背中を元の位置まで戻していくだけです。もう一度息を吸い吐きながら、首だけ過剰にいってないか、手が先に行きすぎて首が、ね、手の中に沈んでないか、また安定させます。沈めずに顔はしっかり見えてる状態を作りましょうね。息を吸い吐きながら、やたらめったら上半身のこの胸椎のところだけ丸まる人多いんですけど、腰まで一定の丸まり感、一定の感覚でカーブさせてください。あと4回いきます。息を吸い吐きながらロールダウン、まああんまり考えすぎずに、でもちょっと考えて、息を吸い吐きながら積み戻す、はあ、戻した先が胸がちゃんと戻るところまで持ってきます。股関節ね、苦しかったりします。膝伸ばせないと曲げてもいいから、胸を最後ここで終わらせない、もう一つ伸ばして、息を吸い吐いてロールダウン。背骨をストレッチねかけていくと体が温かくなってきます。それね、すごくいいこと。息を吸って吐きながら積み戻す、自然な流れ、目を閉じてみてもいいかもしれません。息を吸って自分の背骨をスケルトンでね想像します。吐きながら首がまず傾いていきました。7本分、そこから胸椎が12本分あります。そこから5本分の腰椎までしっかり丸めて、息を吸い吐きながら積み戻す、ラスト2回、息を吸って胸を起こしたところから首の一番上から丸まり始めます。そこから胸、腰椎しっかり、さっきよりもう一つ伸び、下で吸い吐きながらロールアップしていきます。ラスト1回ですね。吸って吐きながらロールダウン、丁寧に丁寧に、一個一個を飛ばさずに、そして下を
で腰を丸めて息を吸って吐きながら積み戻していきましょう。はあ、そのままの流れで足を閉じます。足を閉じたら座骨もう一度安定させて、よいしょ、こうやってダラってなってしまわないように膝を少し曲げてもいいから、胸をギュ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 ッと起こしてきて座骨立てた状態です。これでツイスト、上半身ツイストしていくんですけど、一緒にお尻こうやって上げていかないように、お尻はここに置いたまま、その上の背骨をひねって、雑巾絞りみたいにひねっていきますからね。で、やりやすいように頭の後ろに手を置きましょう。で、膝少し曲げてもいいので足首を屈曲させます。手をしっかり絡めて、首が前にこうやって出てるとどう頑張ってもツイストしづらいです。胸をしっかり起こした状態、頭は後ろに少し寄せておくぐらいの気持ちでいきましょう。右から吐きながら右の後ろを見るぐらいの気持ちで、首だけがでたらめったら後ろ向く必要ないです。胸をしっかり回転させていき、おへそのところまでキュッと長くなるように吸い、吐きながら右へ吸い、戻ったとき丸まってないですか、もう一つ伸びたまま、伸びた状態の胸の形のまま回旋していきましょう。戻して、あと2周吐いて吸い、まっすぐキープで吐きながら左へ、ラスト1周吸って吐いて、あ、吸い、戻った時お腹ふーっと薄くしますよ。薄くした長い体のまま最後左にひねってひねって真ん中に戻します。はい、 OK。 いかがでしたか。ピラティスの基本のエクササイズ、スパインストレッチ、スパインツイストやってきました。もうこれだけでね、体の芯からじわーっと暖かくなってきて、1日にこれやってもらうと十分に、眠りにもね、いいですし、朝起きるときに、起きて体を目を覚ますのにもいいですし、ぜひちょっとしたときにやってみてください。